ワイナイ・サダユキ大正11年5月16日は、秋田県十和田湖開発の先駆者である。ワイナイ・サダユキは1858年、南部半領道の区国和の郡毛ケマナイ村に生まれた。ワイナイ家は、南部半重心で、ケマナイ陣屋城代桜橋の筆頭家老職を、代々務めていた。幼名をヨシアと名乗り、受学者、泉沢京介の私塾に通った。十七歳の時に、 ケマ内学校に助教員として採用され、1881年、工部城小坂鉱山寮に理員として採用されて、小坂鉱山に赴任する。鉱山勤務の傍ら、戸和田湖養業事業に着手する。それ以前、戸和田湖は魚一匹すまない湖だった。何度も失敗を繰り返すも辛抱強く研究を続けた。1897年には、戸和田湖藩に旅館。 ミコロを創業。トワダ湖養魚事業を進めるべく人工孵化場を作る。1903年、ヒメマスの事業を放流し1905年に制御となって回帰したことによりついにはイ内はトワダ湖養魚事業に成功した。ワイナイの養魚事業の成功はトワダ湖の観光にも大きな影響を与えた。ワイ内はトワダ湖の養魚事業の開発の先駆者であるのと同時に、 観光開発の先駆者でもあった。現在は廃業したが、ワイナイ家もホテル経営を行っていた。2013年現在、トワダコは、ヒメマスの釣りのスポットとして有名である。これらの事業成功が評価され、ワイナイは1907年に、緑地方省を授与された。その後も、トワダコを国立公園として指定するよう、内務省に陳情を行っている。1922年、 風邪をひいたのが元で体調を崩し、5月16日に死去。死去後に生七位に除せられた。また、秋田県和野郡小坂町と和田高岡和に、混流された、勝両神社に妻と共に祀られ、灰内神社と改名されている。秋田県知事、佐竹隆久は総尊にあたる。ありがとうございます。